皆さんこんにちは、パラフです。今日はですね、こちらユミディジっていうメーカーのスマートフォンをね、紹介したいと思います。なんかどっかで見覚えのあるようなロゴマークですけれども、ユミディジっていうメーカーは比較的安価な価格帯で、まあ、日本でも使える技的マーク取得済みのスマートフォンだったりスマートウォッチっていうのを販売しているメーカーです。まあそこまでね、知名度のあるメーカーではないんですけれども、マニアックな投稿をしている YouTuber さんなんかはまあちょこちょこ取り上げているようなブランドとなっています。で、今回ですね、このユミディジさんから頑丈なスマホを紹介してほしいというふうに依頼がありましたので、提供品となっております。そちらだけ先にご了承ください。まずですね、もう開封しちゃってるんですけれども、ある程度触ってみました。結論から言うと意外と良かったっていうのが、まあ、本音ですね。提供していただいたのがユミディジのバイソン2っていう商品でして、2万から3万ぐらいのね、間の価格帯となっています。箱がね、結構しっかりした作りになっていて、全然安っぽさを感じません。じゃんと、こちらですね。まあ、この辺にスペック周りが書いてますね。ここに記載ある通り、6.5 インチのフル HD プラス解像度のディスプレイを搭載しております。で、CPU がヘリオ P90 オクタコアっていうものが搭載されていまして、ストレートに言うならば低スペックなものなんですけれども、普段使いする分には割とね、動いてくれるような CPU かなと思います。そして 6150mAh の大容量バッテリー搭載、18W の速度で充電ができます。そして4800万画素と1600万画素、500万画素のカメラを搭載しており、2400万画素のフロントカメラを搭載。そしてこれ嬉しいですね、 IP68 相当の防水防塵対応、見る規格に対応しています。まあ要約すると防水防塵だし超頑丈だよってことですね。そして搭載 OS は Android12、 もちろん NFC 対応なので Google Pay でね、 Visa のタッチ決済などは使えます。そして 4GLTE 対応しているよって感じですね。で、本体はこんな感じなんですけど、一旦置いときましょうか。付属品を見ていくと、こちらがマニュアル。マニュアルはですね、日本語での記載もちゃんとありました。この辺は親切ですよね。そしてこちらが電源アダプターですね。もちろん日本で使えるプラグが搭載されています。で、ケーブルはタイプ A to タイプ C ですね。付属品は以上です。そしてこちらが本体。これですね、バイソン2、まあ、がっちり頑丈タイプなものなので、かなりめちゃくちゃでかいんじゃないかなって思ってたんですけど、意外とね、そんなことなくて、こちらがナッシングフォン1ですけれども、こうやって比べると、そこまで大差ないっていうか、あんまり持った時にでっかーっていうね、違和感はなかったです。で、厚みも、大した厚みの差がなくてですね、そこまでインパクトはないですね。はい、そしたらペリペリを剥がしつつ詳細見ていきましょうか。まずは画面の方からいきます。ピカピカですね。そして裏面もいっちゃいましょう。剥がすのもったいないね。うわ、ラメラメだ。こんな感じですね。独特な背面となっています。このようにちょっとネイビーな色味になっていて、ラメ加工が半端じゃないですね。ギラギラとしています。ただ反射の度合いによってはこんな感じでマットに見える瞬間もあるし、ラメラメに見える瞬間もあるしっていう感じです。そしてロゴが下部に刻印されていて、ロゴの部分はこんな感じでツヤツヤになっています。そしてその下にはスピーカー穴ですね。そしてカメラユニット、カメラユニットはね、結構面白い構造になってるんですよね。トリプルレンズ搭載で LED フラッシュが見受けられます。そしてここですね、これ何なんだって感じなんですけど、実はこのスマホ面白い機能があって、なんと体温を測ることができるんですね。これがね、一番の目玉と言っても過言ではないかもしれないです。普通スマホって体温計の機能なんてついてないじゃないですか。ただユミディジのバイソン2は体温計機能が備わってるんですね。丸ポチの部分をですね、例えばこの手首に近づけてピッてボタンを押すと、今何度ですよっていうのが測れるようになっています。で、これは人体だけじゃなくて物の温度も測ることができるので、意外と、まあ、精度が高ければですけれども使い物になるのかなと思っています。そしてカメラの出っ張りは本体の厚みがある分浅めに抑えられていますね。そして側面周りがこんな感じ。結構ね、かっこいいんですよ。メタルフレームになっていて、多分金属っぽい感じ、なんか多分アルミなんじゃないかなと思うんですけど、なんかかっこいい仕上がりなんですよね。これは好きなアプリを割り当てることができるアクションキーみたいなやつですね。そしてまたネジ穴があって、指紋認証が搭載された電源ボタン、そして音量のアップダウンキー。このね、上部と下部はゴムのね、グリップバンパーみたいなのがこうコーティングされているので、落下した時の衝撃をですね、まあ緩和してくれるようなバンパーが備わっていますね。
この辺がやっぱタフネススマホって感じですよね。 G-SHOCK みたいな感じに近いです。そして上部の方にはイヤホンジャックが搭載されています。そして正面から見た左サイドが SIM トレー、この SIM トレーはデュアル SIM プラスマイクロ SD カードに対応しています。そしてここにもまたボタンがあって、ここも自由に割り当てられます。そしてショックプルーフという文字が刻印されていて、ネジ穴があってっていう感じですね。でこの下部の方はタイプ C 端子とマイク穴があるんですけれども、ここはね穴が埋められてるんですけれども、一方でこっちは穴が開いているのでストラップホールになってるんですね。なので好きなストラップをここに通すことができるという風になっております。画面はこんな感じ、フル HD プラスの解像度で、ベゼルはですね若干下部は厚め、その代わり上の方はやや細め、そしてパンチホールタイプのインカメラを搭載。まあこんな感じですね。そしたら電源つけていきましょう。こんな感じの画面になっていますね。で低スペックとはいえ意外と滑らかに動作してくれます。そして Android 12なので標準のジェスチャー操作にも対応していますね。そしてここのボタンを押すとカメラが起動します。これがねデフォルトで割り当てられているショートカットキーですね。でカメラの作例については動画の後半の方で紹介していこうかなと思います。で左のボタンを押すと、今見ました体温計のアイコン出ましたよね。これがですね体温を測るモードになります。でこの下の方に People Objects ってあると思うんですけれども、まあ人の体温を測るときはここ、物の温度を測る際はこっちっていう感じになります。でこれね精度がまあどれぐらい高いのかちょっとわかんないんですけど、使ってみた限りではおそらくねほぼほぼ近いんじゃないかなと思います。うん、多分ね 35.8 度ぐらいなのかなって感じですけど、まあその精度はいまいちわかりませんが地味に便利ですよね。じゃあ物にして、例えばこういうセブンのカップを測ってみるとこんな感じ。やっぱねちょっと冷たいからもしかしたら合ってるかもしれない。でこういうパッケージとかだとこんな感じ。そして体温測るとこんな感じ。多分おおよそ合ってそうな気配ですね。これがね地味に便利機能だなと思いました。で正直ね、まあ動作に関してはさすがにヘリオ P90 なんで結構ガクガクしちゃいますけども、まあがっつりゲームをするとかめちゃくちゃ高速のスクロールでツイッター見るとかそういうことしない限りは十分ね使えるものになってるんじゃないかなと思います。ちょっと特殊な機能でいうとこのスマートキー、要はこの両サイドのオレンジ色のボタンのカスタムなんですけれども、シングルクリックで温度計ゼロ、 SOS 水中カメラ、スクリーンショット懐中電灯、ロックオン開始、そしてアプリケーション開くっていうタブだとその他のアプリケーションのショートカットを作ることができます。なので Chrome とかにしてしまえばこの状態でポチッと押すとクロームが立ち上がりますね。まあ地味に便利ですよね。これダブルクリックにして、例えば水中カメラって設定しておくとカチカチってやるとカメラが起動するし、あ、しかもこれでシャッター切れる、すごい、あ、結構便利だ、結構便利、しかもシャッター早いな、これ結構便利だ。常時利用するメイン端末ってよりは基本的にはまあカバンの中に持ち歩いていて緊急用に使うみたいな、そういう使い方が向いてるのかもしれないです。体温測れるし懐中電灯すぐ使えるし、あとはまあすごいタフだし防水防塵だし見る規格対応してるし、サブ機としての用途が向いてるんじゃないかなと思います。そしたらこれから外でカメラ周り試していきたいと思いますので、この後作例を紹介したいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。意外とね写真もよくね撮れる、なかなか面白いスマホだなと思いました。全然聞いたことがないようなメーカーさんだと思いますけれども、バイソン2意外としっかりした仕上がりでして、まあ、本体のデザインもなかなかメカメカしくてかっこよくて、しかも頑丈で、そして体温測れるっていう、まあ今の時代にぴったりな性能を備えていて、個人的には意外とありなんじゃないかなと思いました。ただやっぱりですね、
メイン端末として使うのはかなり厳しいようなスペックだったりするので、カバンの中に忍ばせておいて、まあ、アウトドア用途で使うみたいな、まあ、本当にピンポイントで使うと結構この機種の良さが生きてくるんじゃないかなと感じました。ユミニジのスマホは Amazon でも購入できますし、アリエクスプレスだとね、もっといろんな種類販売されております。基本的には技的取得済みの端末ということなので、まあ、安心してね購入できるかなと思いますので、ぜひですね、気になった方は下記の概要欄をチェックしてみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。